七類堂典型のよもやま話、動植画家の七類堂典型さんからお話を伺います。おはようございます。おはようございます。今日はお弟子さんをご一緒にお連れ。そうですね、弟子が一人、はい、私の横に座ってますが、はいはい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、椿原円章と言いますね。円章の円は燕が笑うと書きます。はい、なるほど。はい、5年前から彼はですね、大阪芸大は、私もそこ出身で、はい、島田さんもそうですね、ですここだから大阪芸大3人いるんですけれども大阪芸大の大学院で日本画を学んでて、はい、何を思ったのか尾道の方へ、急遽こっちへ来て、で、水墨を学びながら自分の表現をこう探しているっていうことですよね。はい、椿原さんは、現在行われています晩鐘戸画展、こちらの方に作品の方を、出してますね。出していらっしゃいますね。はい、では椿原円章さん、はじめまして。はい、椿原円章と言います。はじめまして、よろしくお願いします。お若いですね。 28?29 です。29ですね。あの、私の門弟もですね、だんだん高齢化がね進みまして彼来た時はだから23で来たんですね。はい、当時はもう本当にういういしかったですけどね。今もういういしい。だんだんね、そのでもね、こういろんなことを勉強しながらだんだんこう重さというのがねついてきて、作品もやっぱ同じですよね。だからこういい意味で年を取っていけばいいと思うんですけどね。はい、まあ先ほども申し上げましたように、私の弟子もどんどんこう高齢化が進んで、そんな高齢化若手がねもっともっと入ればまたそれはそれで楽しいんでしょうし、まあ別にだからといって今が悪いわけではなくてね、はい、彼に期待することも大きいですしね。はい、はい、椿原円章、燕が笑うとかですね。はい、燕が笑うですね。はい、いいお名前なんですが、はい、椿原さん、そのお名前をいただいた時っていかがでしたか。いや、もう感無量でしたね。感無量。もうありがたくて本当に。あの、七類堂典型さんとの出会いは何がきっかけだったんでしょうか。門人、同じ門人、弟子からの紹介で。あの大学でも自分が後輩に当たるので、あのお声をかけていただいて、はい、で、展覧会を見させていただいて、そこで声かけていただいてっていう形ですね。はい、最初会った時怖くなかったですか。怖かったですね。で、実際に、学んでいらっしゃって、先生はいかがでしょうか。怖かったですって今もやっぱり怖いわな。怖いわな。そうですね、はい、怖いわな。うん、怖い、いや怖いばっかりではないんですけど。そうですよね。ただそのほら、実際に絵筆を取って、教える時っていうのはこちらもですね、今持ってる全てのものでこうぶち当たってやらないと嘘だと思うんですね。うん、ああいいよいいよって小手先で、ああいいんじゃないのっていうわけにはやっぱりいかないのでね、彼らも必死で来る以上、こちらも本当に必死でやっていかないとそれはいけないと思うし、こちらが 100% のその見識で、その弟子たちの作品をこうしっかりこう、見てやるっていうのがやっぱり大事だと思うし、どうしてもやっぱりそれは厳しくなりますけどね。厳しいだけじゃないよね。そうですね、はい、普段は面白おかしく話してもらってます。そうですか。はい、ね、こう円章さんのこう目指すところっていうのをちょっとお話しいただけますか。そうですね、先生の、弟子として動植を勉強させていただいてるんですけど、動植の精神だったり、気持ちの方を大事にして、墨だけにとらわれることない、日本画でも洋画でも幅広い表現をしていきたいなと思ってます。はい、ね、先生が今日いらっしゃるのでなかなかね
え答えにくいんですけど、そばにいらっしゃる。でもね、彼はですね、まあ、前回か前々回に申し上げたと思いますけど、うちの弟子の中では、その動植画っていう、彼も言いましたけど、その動植画の精神がね、本質的なものが大事なわけで、でここさえぶれてなければ、あ、その聖書を書こうが、イラストレーションを書こうが、彫刻をその彫ろうが、もう全くそれは問題はないし、一つの表現が豊かになるということですね。で彼は今、そのヨーロッパ象徴主義っていう、これも非常にこう難解で定義しにくい、一つのその19世紀オーストリア、ドイツあたりにこう展開をされたものなんですけどね、ルドンっていうのが、まあ、その中で有名なんですけど、その象徴主義と動植の精神みたいなものをどう融合させるかということで、まあ、今研鑽をしているということですね。それが、まあ、形にはまだなっていませんけれども、形になりかけているものがその晩典で作品に出てると思いますのでね、まあ、今回もみんなそれぞれそうなんですけども、力を入れて書いてますし、彼の作品もやっぱりそうだと思いますんでね、七流堂が言ってたように、その動植画と象徴主義を融合させると一体どういうものになるのかっていうのはね、バンブーさんの方へ、足を運びいただいて、やっぱもう見ていただければいいと思いますし、そういうことでそういう中で皆さんからいただいたお言葉っていうのが、まあ、私の言葉よりもその弟子たちの肥やしになると思いますしね、糧になると思いますし、そういうことですよね。はい、はい、じゃあ、円照さん、今回はどんな作品を出されているのか、ぜひPR をしていただきたいと思います。それは自分がですかね。そう、はい、あなたの作品です。そう、万象戸賀展に出されている作品について。そうですね、今回は聖書を中心で作品を出させてもらってるんですけど、まあ、その使ってる素材だったり、まあ、紙だったり、そういうものはちょっと違ったりするかもしれないんです。まあ、なので弟子の中ではちょっと変わった風に見えるかもしれないんですけど、まあ、精神的な面で先生の何かを告げていく、いけたらっていう形で書いてますので、ぜひ見ていただけたらありがたいです。はい、万象戸賀展ね、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいと思います。はい、尾道の西御所にあります、はい、画廊喫茶バンブーで行っていますし、またこの万象戸賀展が尾道で行われるのも今回が最後、最後ですね、来年からは京都、京都市内のギャラリーで、まあ、第5回、4回と続いていくと思います。はい、まあ、ちょっとね、遠くはなるんですけれども、またそれはそれで、ご覧いただければいいと思いますし、はい、まあ、私の望みとしては、まあ、彼らもそうですけれども、若手ですけれども、もっともっとこの間も申し上げたように若い方にですね、興味を持っていただいて、どんどんその経験から入ってほしいなと思いますね。数が増えれば増えるだけ、それはこう可能性を大きくしていきますのでね、もしご覧になられて、もしくはこのラジオを聞かれて、興味をお持ち その、まあ、10代でも20代でも美大生でもそうでない方でも構わないので、まあ、一緒に勉強していけるっていうご縁をいただいたら、またそれはそれでよしっていうことですね。はい、ということで、今日は、弟子でいらっしゃいます椿原円照さんにもお話を伺っていきました。以上、七類堂典型のよもやま話でした。